電源入れるとこうやって全部光るんですけど、今 GPS 赤いですよね。はい、はい、これがまだ赤いうちは GPS 拾ってないっていう状態です。今変わったので GPS 拾いました。で、送信機の方のスロットルスティックを真ん中にしないといけないそうで、真ん中に入れた状態で、アイドルアップです。でスロットルカーブが0100になっているので、これで真ん中になっている状態ですね。で、ジャイロ切り替えて APS に入れます。そうすると、インジケーターのモードが緑に光って APS 入った状態です。で動作確認、ボタンを長押ししてやると赤に変わりました。で先週これが逆だったんですけど、エレベーターの方向が直ってますね。合ってます。エルロンも動いてます。これで OK です。で動作確認も OK なので一旦電源落としまして、もう一回入れます。で GPS を拾ったら振動テストいきます。拾いました。はい、で振動テストはここの状態で1回ポチッと押すと緑が点滅になりますので、ここから離陸して30秒飛ばして下ろした時にこのまま緑なら OK、 赤くなっとったら振動出てますっていう意味です。はい、じゃあいきます。振動あるように見えませんけどね。飛んでるように見えますけどね。はい、はい、あ、見えますか。あ、緑ですね。大丈夫ですね。緑点ですね。OK ですね。そうするとこれでノーマルは OK なので、今度このままアイドルアップの方も同じ状態で、このまま続けてテストいきます。APS アイドルアップで入れるので、はいはいはい、アイドルアップの方で振動テストもクリアしないとダメなんで。の方が振動全然なさそうですね。確かに。多分大丈夫な予感がします。大丈夫ですね。では行きますか。入れましょうか、アイドルアップ。はい、入れて GPS 入れたいと思います。でやりますか。あっちの方まで移動した方がいいですね。そう、あっちの方がいいです、ね、この方がいいです、ね。はい、じゃあ歩いてって、はい、
れます。はい、お、ダメ、あっ